もう一度やり直そう思って平気な顔をして今さらさ沈め振られたんやねあんたわがままな人をやからば嘘の一つもつかないで出てたくせに過ぎた結構こぼしてるよことだとわなもういいかよしはいというわけでですね皆さんお疲れ様でございます。インド洋のブルース・リーことコイムです。どうぞよろしくお願いします。今日もですね皆さんと一杯やろうということになりまして相席酒場へ来ております。今日はですね、ジャック・ダニエルズのコカ・コーラを割ってコーク杯です。すごいでっかいジョッキでいきたいと思います。それでは皆さん、乾杯。今日もお疲れ様でした。うまいね。なんかね、前回ウイスキーはあんまりこう割って飲みませんという、ね、ことを言ったんですがね友達がこれが好きでねちょっと私も飲んでみたいなとなりましてやったらねうまいね、うん、最高。これレモンかライムがあったらねもっといいね、うん、皆さん今日何飲んでますか？あ、焼酎いいですね。焼酎ウォッカ、なるほど、強いですねお酒ね。日本酒いいね。日本酒はいいよね、うん、日本酒はやっぱりいいですよね。日本酒飲む時はやっぱりこうねちょっと生臭い系の、すごい例えが悪いですが生臭い系の海産物なんぞをねまあご用意いただきましてねきっとね竹下君、今日は何でお酒を飲むんだい？塩辛です。うまいね。いいね。いいよ。いいです。これいいです。今日もう大丈夫です。いいな。美味しいね。今日はどんなことありましたか？私はですね今日はちょっと仕事がまあまあ暇で、YouTube のお勉強というかね動画のなんかこう作り方みたいなのを見たりしてましたね。とはいえこう全然前回と変わってないっていうね。いいですね。ゆっくりとね飲んでいくということで、今日はですね2本撮りでございます。前回ねちょっと、無印のカレーを食べましたんでその日と同じに収録しております。じゃあね早速ではございますが私コイムのどうしましょうか。今日はじゃあ映画からいきますか。おすすめの映画いきたいと思います。これね、こぼさないようにしないといけませんからね。大変ですよ。すごい濡れてるんだな。まあいいか。本日のおすすめいたします映画はですね、こちらでございます。はい、スタンリー・キューブリック監督の、これ放題ではですね、時計仕掛けのオレンジという、名前になっております。A Clockwork Orange ということでございますね。この映画はですね、1970年代ですかねぐらいの結構古い映画なんですけども、好きな映画監督っていうのが、まあ、何人もいるんですけども、そのうちの一人、スタンリー・キューブリック、もう神様みたいな人ですけども、その人の、作品でございます。でね、主役はですね、このマルコム・マクダウェルっていうね、そういうおじさんがやっておりますけども、そういう鼻でかおじさんが、主役の映画でございます。でですね、どうかな、こういうなんか、こういうスマホが鳴ってる、こういうなんかシーンとか見たことないですかね。これね、結構有名というか、その映像的になんかこれをねオマージュした、まあ、作品だったり、いろんなねこう映像作品に、影響を与えておると言われておる素晴らしい映画なんですけれども、私もね昔の、動画のオープニングを、この映画のオープニングパクったりとかをねしてますね。パクリいうことです。まあ、ただね、これはですね、前回、ご紹介しました「戦闘ブーマン」という映画なんですけども、そちらをですね、非常にこうためになる映画ということになるんですけれども、こちらをですね、ためにはなりません。なんならあんまり教育上よろしくないかもしれない映画でございます。モザイクをかけなければならぬようなシーンもあるので、まあ、これはですね、もしこれを見るときは、ご家族でのご歓談はおやめください。それぐらいなかなかな過激な内容になっております。ですけれども、なぜこれをお勧めするかというのはですね、私的にこの映画の楽しみ方というのはですね、まあ、単純にですよ、面白いという、例えばストーリーとか、映像のなんですか、このカーアクションとかね、ブーンとかね、そういう映像的にとかストーリーで面白いっていうのが、まあ、いわゆる一般の面白さじゃないですか。ではなく、まあ、これもそうですし、私の好きな映画いろいろそういう映画あるんですけども、何でしょうね、何と言ったらいいかな、何て言ったらいいかな、これ難しいね。絵がありますよね。絵ですよ。絵画を、楽しむように、これ合ってるかな、表現。なんというかな、このカット一つのカットのその美しさというか、そのかっこよさというか、連続の絵を見てるような楽しみ方もあるんですよ、映画っていうのは、私的にはね。例えば他の監督さんでジャン・リュック・ゴダール、そういう人もいるんですけど、その人の映画とかもまさに自分的にはそういう見方で、ストーリーとかうんぬんじゃない、その映像を見て楽しむ、なんならもう字幕もいりませんよみたいな映画なんですよ。まあ、これはまあもちろんね、ストーリーも結構面白いのでいいんですが、そういうちょっとね見方をするところもあるので、なんかちょっとひねくれたおすすめになるかもしれないんですが、これはねもう映画界に何ですかね、燦然と輝く名作中の名作でございます。時計仕掛けのオレンジ、まあ、この主人公がまあ大暴れしていくみたいなね、そうなんか簡単に言い過ぎましたか。そうですか。するとまあそういう感じなんですけども、まあ私のねちょっとこう言ってることがまあ分かってくれればなということで、まあこれも一応概要欄には貼っておきますが、できればサブスクかなんかねレンタルなりで、できるだけお安く見ていただいて、この世界観をですね知っていただいて、気に入ったらっていう感じですね。うん、そうなんですよ。世界観ゲーってあるじゃないですか。世界観を楽しむゲームみたいなのあるじゃないですか。それの映画版みたいなの分かりますか？わからない。そうですか。じゃあまあすいません。好きなんだよね。このスタンリー・キューブリックはね、他にも「シャイニング」とかね、あと2001年だったっけ、「宇宙の旅」とかね、いろんな好きな映画あるんですけどもね、これいいんですよ。いいんです。でね、この映画を多分見ると、あ、なんかこのコスチューム見たことあるぞとか、もうとにかくね、いろんなところでオマージュされてますので、例えばお笑いとか演劇とか、その他の映画とか、いろんなところでね、オマージュされておりますので、これはぜひ一回見といて、そうないんじゃないかなと。そうすると、まあ何かね、他の映像作品を見た時に、あ、これは時計仕掛けのオレンジのあのシーンのオマージュだな、みたいなことが、ちょっとね、例えば、ジョカノに、ちょっとこうなんですよみたいなうんちくを垂れ流すことできますよね。それだけでも、あ、すごいこの人、ね、なるかもしれませんよ。ならない。そうですか。といった感じでございます。以上です。いいね。コーラとウイスキーっていいね。でね、このウイスキーはですね、バーボンとよく間違われがちですが、これはバーボンではなくテネシーウイスキーとね、いうことになるんですけど、かといってスコッチでもないテネシーウイスキーでございます。違ってたりして、いや確かそうです。はい。まあまあね、そんなのはどうでもいいんですよね。はい。それではですね。次の話題の方はですね、本ですね。本いきましょう。本のおすすめをいきますよ。あ、うまいな。うまいな。今日のおすすめの本はこちらです。は？っていう感じですね。なんだいと。また何出してきたんだいと。いうことになりますけれども、これはですね、詩ですね、ポエムですね。すごいの読んでますね。中原中也、ね、の全詩集でございます。まあ、これはその中原中也っていう詩人が、書いたいろんな詩集があって、その詩集をもう全部ギュッとここに入れたやつなんですが、聞いたことある詩がね、皆さんあるとしたら「汚れちまった悲しみに」っていう感じの、分かりますかね、知ってますかね、結構有名な詩なんですが、それを書いた人です。はい、でこれを私が知ったきっかけとしましては、元ブルーハーツの真島正俊さん、マーシーいますよね。が、好きだという話を聞いて、でなんだその中原中也とやは、ね、いうことでその見てみたのが始まりなんですが、まあ、このように、ね、詩集に付箋を貼るっていうね、もう謎の男になりましたけれども、まあ、それぐらいね結構ハマって、もうこれはね何年前に買ったかな、本当にちょっともういつ買ったか分かんないです。もう結構昔ね、タバコ吸ってたんで結構もう黄色くなっちゃったりしてますけれども、めちゃくちゃ読んだね、これはね。本を買うと基本読んだら基本売るんですよ。なんですが、これだけはね、なぜかね、ずっと持ってるんですね。じゃあ、ちょっとね、せっかくなんで、一つ読んでみましょうか。月夜の晩にボタンが一つ、波打ち際に落ちていた。それを拾って役立てようと僕は思ったわけでもないが、なぜだかそれを捨てるに忍びず、僕はそれをたもとに入れた、ね、何なんだいやでもちょっとね、これこれね、そうなんですよ。メンタルがこうぶっ込まれてる時あるじゃないですか。はい、そういう時にこの何ですか、こう落ちた時にこの中原中也さんという人にちょっと触れてみてほしい、うん、本当に。ああ、なんかああってなりますんで、はいね、ということでございます。それでは皆さんお待ちかね、おすすめの名盤動画の時間です。本日のおすすめの名盤はこちらでございます。はい、Rage Against the Machine。あ、わかりづらいか。ちゃんと言おうね。Rage Against the Machine でございますね。の、ファーストアルバムだったよね。はい、ファーストアルバム。その名も Rage Against the Machine ね。Rage Against the Machine の Rage Against the Machine というアルバムです。これが、本日のおすすめ名盤となっております。はい、これはですね、なんていうジャンルと言えばいいんでしょうか。ミクスチャー。違うかな。ちょっとすみません、また語彙力がなくて、まあ、ちょっとヒップホップの要素がありつつの、ものすごくハードめなサウンド、ロックのサウンド的なことでございます。でこのバンドの、特徴としては、例えば、まあ、シンセサイザーであるとか、その電子機器類を一切使わないと、まあ、もちろんねエフェクターとかそういう類はもちろん使いますが、シンセサイザーだったり電子音だったりそういうのを一切使わないと、実際の、ギターとドラムとベースと声でねやっていくということなんですけども、機械音使わないんだというのを知った上で、これをまた多分前回同様フルアルバム YouTube にあるんでリンク載せときますから、聞いてみてほしい。これギターの音みたいな、本当にこれギターの音みたいな音がねありますから、はい、すごいですよ。でもこれは聞いたぞ。これ最初いつだろう、中学校の時ぐらいでございましょうかね。出会ったのは中学校ぐらいかな、中学校か高校の初めぐらいに、出会いましてですね、ギターのねトム・モレロっていうツルピカさんがいるんですけども、その方の大ファンで、ギターをここまで上げて弾いてましたね。はい、中二病の時にでね、ボーカルは、ザック・デラロちゃんねいうドレッドヘアのお兄さんですけども、この人もまたねいい声なんですよ。でこれはもう発売されたのが92年かなってこう書いてるんですけども、もうそうか、すごいな、そう考えれば20年近く前のアルバムなんですね。これはね今聴いても全く色褪せてないので、色褪せることなく今現在2021年でも非常にかっこよくかっけーってなることができますから、ぜひ聴いてみてください。今日のおすすめアルバムは「Rage Against the Machine」の「Rage Against the Machine」でした。いいですね。すいません、今日はねちょっともうさっきカレー食ったんで、前回あげた動画で見ていただいた方もいるかもしれませんが、ステーキをゴロゴロに入れたカレーをモイモイに食べましたんで、おつまみすら食べれないぐらいのお腹の塩梅になっておりますので、今日はお酒だけで失礼します。いいね、コークハイいいね。今日おすすめしました本ですね、まあ、これにその、まあ、メンタルが落ちた時になぜ救われるのかというですね、何でしょうね、理由というかね、そういう明確なものがまだ答えとして出ないんですが、この中原さんね、中原中也さん、非常にこう、まあ、苦労している方というかですね、まあ、ものすごくね波乱万丈いろいろあった方なんでございますが、まあ、お子様をね亡くしてしまったりですとか、そういったね悲しいこうね耐え死と人生に衝突するように時代を駆け抜けていった比喩な詩人の魂の軌跡をこの一冊に収録していると、裏を読んでるだけなんですが、まあ、本当にそういう感じなんです、うん、だからかなんでしょうね、その、こう考えさせられるというかね、本当ね言葉では難しいんですがね、まあ、ただいろんな種類の詩が無数に載ってますので、まあその私的にはこの付箋をしてあるところの詩が、なぜか理由はわからないですが、なんかこう救われるというかですね、響くんですよね、特にこう落ちた時にね、うん、いいですよ。雨が上がって風が吹く、雲が流れる月隠す、皆さん今夜は春の宵、生あったかい風が吹くみたいなね、いいね。日本酒だったら8合は飲めますね、これを片手にね、うん、そういう本ですね。いいですよ、いいんですよ。というわけで、縁も竹縄というところでですね、この辺で今日はもう寝ましょうか。それではそろそろお会計ですね。今日もみんなで割り勘で、いいところでスマホが鳴っていく、そういうスタイル小籔さん。それではまたお会いしましょう。さよなら。